皆さんこんにちは、ダイスです。今回は前回の続きからです。はい、ということで前回ルギア戦に行ってきました。99階フロアかなり難しかったです。でルギアが終わった後にちょっとですねストーリー系の話があったので今回はそこから進めていこうと思います。という感じで仲間になったんですが、キャンプに戻った時にあ、ネイティオ、そっか、聞きに行ったからここで出たのかな。ネイティオ久しぶり、遊びに来てくれたんだ。やっぱりなんだかんだ言ってもさ、ネイティオも僕たちの活躍が気になるんだね。はははは、びっくりした。くわー、違う、あ、全否定だわ。私、広場へ買い物に来ただけ。ここへはすごくついでに寄ってみただけ。あ、まあ、本当についでなんだね、これ。きっとね、恥ずかしがってるわけじゃないよね。うん、そうなんだ。おい、ネイティオ。お、カメックス。いたいた。こんなところにいたんだ。探したぜ、ネイティオ。どうした？何？雷鳴の山より北東へ行った場所にでっかい洞窟ができてるんだ。え、あんなの今までなかったぜ。ネイティオなら知ってるかと思って聞きに来たんだけど。あー、またびっくりした。くわー、それは隕石の洞窟だ。え、隕石の洞窟？何それ。以前レッグーザが星を破壊した時、その破片が方々に散らばった。うん、その一つが山に衝突し大きな洞窟を作ったのだ。ねえカメックス、その隕石の洞窟の中は覗いてみたの？ああちょっとだけな。でも変なやつがうようよしててさ、とてもじゃないが怖くて入れなかったよ。カメックスって案外怖がりなんだね。まあそりゃね、最強のポケモン出会ってたよね。カメックス でしたよね、あれ。怖がるでしょ、怖がりにもなるでしょ、あんなになったら。なんだと？怒ったけどなんか汗かいてる。おい団子、お前たちだってあの洞窟を見れば驚くはずだ。未だかつてあんなのは見たことがない。ポケモンかどうかもわからない得体の知れないやつがいたんだぞ。誰？ネイティオはあそこに何がいるのかわかるのか？さあ、私も知らないが、しかし、あの洞窟ができた衝撃は相当なもの。それでも生きているとなると、もはやこの地上のものではないかもしれん。え？宇宙から来た訪問者って言ったら一個しか思いつかないんだけど大丈夫？それ？まさかの？すると、星から来たってことかい？あるいは、な、怪しすぎるね。怪しすぎるし、やっぱり調査行きますよね。ダイス、少し調査してみようか。隕石の洞窟を行けるようになっちゃった。なっちゃった、隕石の洞窟。次の朝、隕石の洞窟って隕石でしょ、わかりますよそれ。なんか心当たりありますもん。おはよう。ちょっと聞いてみます。何？隕石の洞窟について少し調査してみようか。隕石の洞窟を、それだけ？それだけ？辛い、それだけ。そう、前回ね、ルギアと仲間になれた後なんですけど、こんな感じの話になりました。いやー、よかった。あとね、なんかね、手荷物今めちゃくちゃ多いんですよね。で、とりあえず必要なものはちゃんと買って準備しようと思います。あとですね、やりたいことが多すぎるんですけど、隕石の洞窟に行く前に今私3つしか像ないんですよね。でもっと増えるみたいで、で今のランクだと出るかな、出た、ダイヤモンドランクで残りのランクまでが3660なんです。
なので今回はランクを上げるために依頼こなそうと思います。でもちろんですね、最近ゲットした伝説ポケモンとか、前回の動画でゲットできたルギアもまだ使ってないので、今回は使っていこうかなと思います。ということでキャンプ行きましょう。キャンプ、で今ルギアが持ってる凄技が確かね、回復自慢とかだったはずなんだよね。そう、あれ、ルギアあれ、クーサが一番下なんだね。こ、ほらほら、いた、海の神名前つけちゃった、海の神。確認しましょう。で、お気に入りに先に入れて、持ち技がドラゴンダイブ、風起こし、神通力、エアローブラストで、特性プレッシャー、治癒力自慢だった。 HP が自然に回復するのがいつもより早くなる。で、みんなこれで早くはなるんだけど、このまんまとりあえず行ってみて、よくなかったらグミ何個かあるので、これをまた食べさせたいなと思います。ではとりあえず新しく隕石の洞窟が出たと思うから見に行きましょう。どの辺？うわ、めっちゃ上やん。ここなんだ。これは今までのルギアよりも強いの？でも20回なんですね。救助を頼めない。ああ、すごいことになってる。早速なんですけど、レベル上げないといけないっていうのと、あと救助ランクも上げたいので行きましょう。でもまだ使ってなかった伝説ポケモンがたくさんいるので、こんな感じでどうかな。一応このメンバーに決めます。ルギア、デックーザ、鳳凰。多分枠がね、みんなでかいと思うんだよね。多分一回も使ったことがないので、どんな動きなのかは分かりませんが、まずはルギアから使ってみて、その後ちょっとね、鳳凰からデックーザに変えてみようと思います。持ち技とかも特に変えてないです。待って、強くない？聖なる炎って多分全体技じゃないかな。ほら、全部やってくれてる。あと枠4つですね。でかい。移動の時の感じは見たいよね。この3匹で移動してる時のやつ。あ、レッグザ伸びるんだ。長っ長っ、マジか。そんな感じなんですね。燃えた。飛行だけど、3匹とも飛行だからいけるかなと思ったら燃えましたね。このとこあったっけ。多分前に来た時はこういう感じでフロアになってなかった気がしますが、迷路みたいですね。飛行で来ててからもう燃やしながらいけるけど、普通に歩いて移動するポケモンだと結構厳しいんだね。ここそのまま進んで、依頼が4つあるので全部こなして戻ろうと思います。あ、もうここにいるんだ。2階にいるんだね。早っ。鳳凰に変えてみます。鳳凰このタイプだから入っても大丈夫みたい。で、ダイモンズか聖なる炎。あ、やっぱフロア全体技って聖なる炎は強いわどうしてもなんか強い感じがしますね。なんで今まで使わなかったんでしょう。あとはルギアと違って羽ばたいてる感じなんですね。ダイモンジ、あ、ダイの文字が出てる。ダイモンジ打つとそのまんまだ。やってくれてるな。いや、これでどうだ。いや、あのね、聖なる炎を打つ時の鳳凰の羽の動かし方っていうの、翼の動かし方がすごくかっこいいし、ダイモンジもダイってなってくれるのが見えるのが嬉しいですね。これさっきからレッグーザが頑張ってくれてるんですが、まだね、レッグーザプレイっていうんですか、レッグーザに変えてはやってないから、次変えるの楽しみです。とりあえずまだ依頼が残ってるので進んでいかなきゃだよね。枠は大きいけど、うん、慣れたら大丈夫だ。やっぱりなんか久しぶりに4枠ポケモンは
あの道が真ん中がどこだっけってなっちゃうので結構不安だったんですけど、大丈夫そうです。リンゴをねあげたいんだけど数が少ないからちょっとやめておこう。欲しい子供がいたら使って一緒に帰ろうと思います。レックーザ、ジーランスがいる。え、リンゴあげよう。ジーランス欲しい。レックーザはあれですね、体が伸びるからよくわかんなくなります。私どこだってなっちゃう感じになってるから燃やすことが多いかもしれないです。あとはあれですね、ラガキが周りにとかそんな感じの技だから全体攻撃っていうんですか、フロア中の攻撃を持ってるんだったら変えたらすごくやりやすいと思います。ジーランス一緒に行こう。いや私ですね、マスターボール初めて投げたのジーランスなんですよ。なんで今作欲しかったんだけどまだ会ってなくて、よかった、こんなところでジーランスゲットできると思わなかったです。よし、先に進みます。最後の依頼が、あ、いたいた、これで最後だから終わったら帰りましょう。いや本当にね、なんか分かんなくなるんですよね。一番、個人的になんですけど使いやすかったのは鳳凰かもしれない。ここのフロアはでもルギアもレッグーザも枠の大きさになれればそれなりにって感じです。あ、もう一個あった、最後と思っていた、違った、行かなきゃ。階段今ありましたよね。3体の中で遠隔がないのがレッグーザなんで、それだけ改善されれば全然ですね。でこんなに強いんだったら本当に強く使えばよかった。やばい、竜の波動。あ、さよならごめんね。全然倒せるはず。よし、でチルットと帰る。これで終わりかな。4つ目、まだありそう。多分何もないと思うから帰ろうと思ったんだけど A ボタン押しちゃった。階段のところで帰ります。何かありそうは多分ここはもうないから脱出します。脱出する。本当にいいですか。はい、帰ります。ジーナス仲間になったし嬉しい。レックーザ、うん、思ったよりもなんかね伸びるから、移動するときに体が伸びてるからどこが中心かがよくわからなくなるっていうのになるんだなって思いました。でゴローンなぜかいなかったんでちょっと仲間になっときます。他はキャンプにいるポケモンだったからジーランス以外は帰ってもらっちゃいました、ごめんね。そしてジーランスですよ、めちゃくちゃ嬉しい。でもレベル26だから一緒にはあんまりいけないかな。はい、レベルはねそんな上がってないけど技レベルはね上がりましたよ今回。あとはランクがどこまで伸びるか、せめて3000は切りたいですね。最初の数字から100か。くっついたのいくつなんだ。お、200があった、嬉しい。長いですね次のランクまで。でもさっきも200なんだ。いくつになったでしょうか。次の朝ランク、あ、出ない。お、きた、2960。あ、頑張ります。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!